寝落ちする前にやれてよかったです。寝落ちする前に、こんばんは。こんばんは。ちょっとね、今日本当にギリギリに起きまして、朝頑張って目覚ましかけたはずなんですけど、いつの間にか止めてて、ちょっと朝できなくて今に至りました。はい、なんか泣いてる。あ、充電してるからかも。ごめんね。ちょっと我慢してください。結構うるさい？わかんないや。充電の音かも。遅刻はしないよ。私の名言を言ったよね。そう。朝起きられなくても遅刻はしないっていう。はい。めっちゃ虫泣いてるみたいやおな。こんばんは。車かっ飛ばしてブーンって。もう最近外に出てないので、朝しかね、その基本中でレッスンリハしてるから、もう外の空気があまり吸えてないんですね。ストレッチしましたか？はい、ちょっとしました。ストレッチしないといけないので、体的に、体硬いので頑張ります。頑張ります。明日のお弁当は何かな。明日のお弁当なんだろう。あ、そうだ、そうそうだ、言おうと思ってたんですけど、コアクシンパックスの特典会のね、4時抽選販売がスタートしまして、はい、で締め切りが明日の正午までとなっておりますので、皆さんお忘れないように。はい、皆さん忘れないようにしてくださいね。今日のお弁当は秘密。今日のお弁当は秘密。ぜひ会いに来てください。お待ちしております。秘密にされると気になっちゃう。そんなあなたにバブルをぜひ取ってください。知りたい人はぜひバブルを取ってください。よろしくお願いします。ぜひ登録してください。私のほぼお弁当日記です。
こんばんは。でも本当におやつも豪華で、はい、毎日ワクワクしてレッスンしてます。こんばんは。カニ出る日あるかな。カニ出る日あるかもしれない。さあ、今度も今日も面白いです。はい。他のチームとやっぱ絡む機会がないので。おしんさん元気だよ。おしんさん元気にやってます。28日配慮して吉井ゆうふうにできますね。お、ぜひ応援よろしくお願いします。皆さん、その後はぜひ DMM で見てくださいね。そう、あと笠松競馬場さんの後編の YouTube 動画、まあ、そしてあの放送も始まっていますので、ぜひ CCN さんで、はい、始まっていますので、ぜひプレゼント企画もあったりします。そう、こう X フォローしていただいて、そのアカウントを、はい、ぜひあの私の X のツイートを見ていただけたら分かりやすいかなと思うので、はい、よろしくお願いします。今年の夏はお化け屋敷行った姿、なんだそれ。なんだそれ。ぜひ皆さんたくさん見てください。お願いします。太田さんのお化け屋敷ロケは髪ロケだと聞きました。全くですよ。全くもって、みんな今じゃあどうしようかな。じゃあクイズです。私が今一番行きたいとこも、今ね、この今の状態、今の状態で今一番行きたいとこはどうでしょうか。チッ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 。おー、サウナが多いですね。はいはい、お布団、はいはい、夢の国、長野競馬場、池田山。さあ答えは出るのか。さあどこだ。風呂。
家事券、おお、はいはいはい、お風呂、コンビニ、ドンキ待って、正解が今のところありません。今の私だよ、みんな考えて、この状態、この状態っていうか、まあヒントは、まあ、こうやって連日ねずっとレッスンがありまして、行きたい場所、レッスン場にはもう行きたくないよレッスン場はもう行きたくないわ。おお、すごいすごいすごい、出ました、答えが。もうほんと簡単なんですけど、意識高くレッスン場、もう日頃レッスンしてるからね、もうさすがにまだレッスンはきついかも。正解はなんとマッサージでした。はい、やっぱ体がね痛くて、はい、まあ、やっぱ日頃まあ公園とかはして動かしてはいるんですけどね、ければこう使わない筋肉とかはやっぱ使うわけよ、いろんな曲をやるわけであって。そうなんですよ、マッサージでした。はい、そうだね、足リラシート貼って寝るのが一番だね。素晴らしい、みつきさんがきっと喜びますはい、足リラシートいっぱいあるお家に。今月はね、公演がまあねちょっとスケジュール的にそうなくてですね、できなくてですね、そう、愛理の卒業公演なんですよ今月は。そう、あっという間だよね、もう来週、もう来週、来週でしょ、早くない？そうなんですよ、思ったより公演ができず、うん、ちょっとね、まあメンバーは今頑張ってる最中なのですごく申し訳ないんですけど、はい、今裏でみんな頑張ってるので、ぜひ公演がね、まああるのは次愛理の卒業公演になっちゃうんですけど、とね、寂しいし、寂しいよね、そう寂しいし、まあ、なんならね同期とか、ね、ドラニューも出てくれて楽しみかつ寂しいみたいな複雑な気持ちなんですけどそう、そうなんだよね、愛理が、愛理のそう抜けた穴がでかいというか、そうなんですよね、寂しくなります本当に、まあ、ほぼ同期みたいなもんなのでね。お、出ました、ありがとうございます、914です。プリマッセラの何、プリマステラの補充人、ん、補充、A メロらしいよ、どこ情報、怒られるで勝手に言ったら怒られるで、ありがとうございます。ちょっと明日は
頑張って起きてやろうと思います。頑張れ。でも私はこの後また練習をするして寝るので、はい、ちゃんと復習して寝ますので、5時には無理、5時には起きれん5時には起きれないですけど、まあ早めにやります。はい、5時は無理ごめんなさい、5時は無理です。はい、まあ寝落ちしたら怖いので、できる時に頑張ろうと思います。はい、なので皆さんも全然空いてる時に見ていただけたらいいので、はい、あ、そして何回も言うんですけど、皆さんの鼓膜心拍数の得点から締め切りだけは皆さんお気をつけください。ぜひ会場でお待ちしております。よろしくお願いしますギリギリだと予想、ありがとうございます。ということで、みんなおやすみなさい。ありがとう。またねー。